リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。今日はコレクションペアのねご紹介なんかしていこうかなと思って撮っております。はい、ある程度ね仮面ライダーのコレクションが整理が終わってきたのでね、なんとなくこのコレクション部屋のご紹介をしようかなと。で、まあこの部屋なんですけど和室になってまして、ふーっていくと洗濯物映っちゃうけどね、こっちがねいつもの私の作業中に使っている寝室だと、もう布団ぐっちゃぐちゃだったり、まあパソコンがあったりっていうお部屋のこの隣がですね和室になってまして、この和室がですねこういう感じでコレクションを置いているお部屋になります。まあこっちから見ていこうかな。仮面ライダーは時間が長くなりそうなんで、最初にささっと見れるところ、まずこの入り口の上のところ、ここがですねナイトメアビフォークリスマスのものを置いているところになります。だいたいゲームセンターで撮ったものとかがメインになってますかね。人形倒れてますね。これこいつ、あ、乗っかった。はい、そんなぬいぐるみとかね、ディズニーランドの、パーカーとか、ここにちょっとだけディズニーじゃないのもいるけどね。はい、こんな感じでここに置いております。ああ、懐かしい。ゴンのぬいぐるみがありますね。セリフがない漫画、絵だけの漫画のね、ゴンのぬいぐるみとか、まあ、ちょっとポケモンのものもあって。って感じで、ここの辺がねナイトメアビフォーアクリスマスになってます。で私が大好きなキャリーパミュパミュのこれ多分イオンのポスターかな、いただいたものと、クレイジーハロウィンナイトだったかな、クレイジーパーティーナイトか、パンプキンの逆襲のCD ですね。でこの辺がオフィダンのものがちょっとだけねあります。で、メトロイド。ちょっとね、メトロイドのね、マガジン Z の本の2巻がないですけれども、私の大好きなメトロイドのグッズ。まあ、全然ね、揃ってないグッズもあるんですけれども、結構揃えてる予定です。予定？つもりです。ちょっと箱とかもボロボロのやつね、これ実家から持ってきたやつだったはず。とか、こんな感じ。まあ、この辺はね、新たにちょっとメルカリとかで購入したものにはなりますけれども、あとこれはオフハウスでねたまたま見かけて買ったものですね。説明書とあれしかなかったんですけど、みたいな感じでちょいちょい集めてるもので、横もメトロイドのグッズ類ですね。横が攻略本で、アミーボがあって、であそこに弟がね私の誕生日に買ってくれたすごいいいフィギュア、海外のフィギュアだったかな、だからプレミア価格とかもついてて高いやつなんですけど買ってくれました。でこの下がポケモンがちょこっとありますね。ポケモンはまあなんかもらったものとかちょっと気になって買ったものとかをね置いております。他はねパワーストーンのところに好きなポケモンをね並べているんですけど、パワーストーン最後見ようかな。はい、パワーストーン置いてるところにいます。で下はちょっとした本とか、この辺も漫画がちょこちょこっとあって、遊戯王とかね、魔法ラバーとかデスノートとかもあって、その上がカンコレと、あそこにネズコのフィギュアが1個だけあって、あれゲーセンで撮ったやつかな。あとは魔法ラバーのもの、デスノートのものですね。最近カンコレなかなかやれてないですね。もう一回やりたいな。であそこが遊戯王、まあ、ブラマジガールがメインですね。で奥にプリシクのラーがいて、シークレットの、まあ、そんな高くないやつね、のブラックマジシャンガールとか、ゴールドのね、プレミアムゴールドかな、のブラマジに、ドラグンオブレッドアイズかな、ドラグンオブレッドアイズとコスモクイーン、そしてその前にフィグマの、ブラマジガールとユウキくんがいて、ゲーセンで撮った武藤遊戯と、ブラマジかな。で、あれが、なんだっけ、キューポッシュだったかな。の、キューポッシュ？名前忘れちゃったけども、ブラマジガールって感じですね。で、その上がウルトラマンの、ウルトラボーンがちょっと集めてたので、それがあるのと、
少しだけジョジョの奇妙な冒険、キラヨシカゲのフィギュアが置いてます。まあ、ジョジョも結構集めてたんですけど、手放してしまいました。ちょっと飾る場所なくなっちゃって、もともと彫像稼働とか持ってたんですけど、キラヨシカゲもサードカラーなんか抽選で当たったやつかな、もう持ってたけどちょっと手放してしまいました。今はこれだけしかないです。で、上がザッタ、もうちょっとサービス終了してしまったプロジェクト東京ドールズのものとか、ベジモンとか、ラブプラスのリンコが好きでねとかね、あとなんていうかピンズが1個だけここに置いてあるねとか、ハリーポッターの杖とか、デジモンでベルゼブモンとかね、テントモン好きで、テントモンとカブテリモンと置いてたり、あと片桐仁さんの面倒堂のやつですね、もうガチャガチャが置いてあったりっていう、ここはザッタ、あとあそこにモヤモヤサマーズのねものとかがちょいちょいあります。で、その上がジャックのフィギュアが少しだけ、もうここになんか変身ベルトのやつも1個だけちょんと置いてますけれども、まあ、この辺がナイトメアビフォークリスマスがあって、ちょこっとここにウィザードがいて、フェイスプレートね、ガイモのフェイスプレートがあって、推しのグリドンとドリアンね、ブラボね、そして流言読み推しなので置いてたりとかって感じですね。で、あの辺にロックシードと戦国ドライバーと、戦国ドライバーは CSM 買わなかった感じですね。キリがなさそうなのでやめました。で、これが流言読みの状態で置いてるのと、バッカモンロックシードとかちょいちょい置いてあるって感じですね。で、上がゴーストからネクロムね、私の大好きなネクロムです、アラン様ですね、とオナリがここにいますね。で、オナリアイコンとかプランクのアイコンとかが置いてあって、あとゼロワンの色紙アートがね当たったので飾ってあって、あそこもネクロム関連が置いてます。だいたいネクロムばっかりで、ここがダブルとかトランスチームガンとかがちょこちょこ、あとはキャンサーね、キャンサー好きなんですよ、落語家、落語のキャラクター、あとナスカ、ジョーカー、ナスカーって感じですね。で、テラードーパント、まあ、ドーパントメモリーですね。で、後ろに、死神博士ね。で、あと、ジョーカーメモリーとかが置いてあって、ヘッジホックとフライングファルコンが置いてあったりとか、ちょこちょこここも雑多なものですね。なんかで手に入れたやつを少しこう、雑多に置いてます。で、下はもう CSM の龍騎関連をずらっと。ここはもう龍騎の関連ゾーンですね。龍騎のデッキが置いてあって、で、これがカードが中にいっぱい入ってますね。で、ドラグバイザーがねあって、そして龍騎のフィギュアがあって、で、その下がワンピース置いてます。ハンコックばっかりですね。ここはハンコックが好きなんです。ハンコックいいよね、かわいい。で、ハンコックがあって、まあそこはちょっとロビンちゃんがねいますけど、ロビンもかわいいよね。ロビンとかハンコクみたいに黒髪のロングが好きっぽいです。はい。そしてルフィがいて、で、もうちょっとサービス終了してしまってるブッドバソウルの、ものがちょこっとあって、で、その下が、エグゼイドのゾーンですね。ガシャットロフィーと、その時の騒動、一人ずつ全員いるんじゃないかな？エグゼイドいるでしょ？で、パラドいるでしょ？パラド、まあ、最強状態だけどね。パラド行って、ブレイブ行って、レーザー行って、ゲンム行って、ゲンムは二人いるけどね。ゲンム、土管もあるしね。で、ポッピーがいて、スナイプ行って、ニコちゃん行って、クロノスも二つあるね。ゲムデウスクロノスと普通のクロノスと。で、ここに、ビリオンとね、チャンバラバイクゲーマーね。レベル X のやつがあってって感じで、エグゼイドとゲームがこう一人ずつこう対応なすようにいってって感じですね。で、この下がたまに遊んでるボトルマンね。ボトルマン DX を買うかどうかはね、今ちょっと悩んでます。サンメッツは好きで、もともとノーチラスポセイドン使ってたんですよ、幼少期の時に。なんで、そのモチーフっていうのもあって買いました。
サメです。いや本当ね、あのノーチラスポセイドンに似てるんだよね。すごくいい、かっこいい。あとはなんかキャップが適当にごちゃごちゃごちゃって入ってるね。たまに遊びたいね。でこっちがエグゼイドゾーンだね。メモリアルカシャットセットがだいたいこの辺にずら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 っとありますね。なんで、マイティアクション X だったりタドルクエストだったりマイティアクション X のプロトだったり、そう王者とね一緒に出てたので、あのナイトオブサファリだけあります。であそこにドクターマイティ WX があったりとか、ゴッドマキシマムマイティ X と、マキシマムマイティ X と、無敵でガシャットギアデュアル、ガシャットギアかデュアル、うん、だったかな。パズルとノックアウトファイターとみたいな感じで置いてあって、でその上がオーズゾーン。あでもエグゼイド行ったからエグゼイド行こうか次。こっちが私の推しのゾーンですね。レーザーが大好きでございまして、チャンバラバイクゲーマーの方がでも好きです。チャンバラバイクゲーマー色変えるだけで出せるからさ、あのレベル X 出してほしいんだよね。うん、あれかっこよかった。OVA の OVA というか V シネかやつすごいよかった。でここにあのメッキのやつがね置いてあって、メッキもちょっとねほこりかぶってるね。はい、でプロトの方ですねって感じ。じゃあ先にさっき龍騎見たから龍騎見ようか。ここがね王者ゾーンです。これは SH フィギュアーツの、ジェノサンダーと、ジェノサイダーだったっけ、ジェノサンダーだったっけ、あれやばいどっちだったか忘れちゃったと、まあ、ガイとライアと王者がいて、倒してるよっていう感じで飾っております。で横が王者ゾーン、完全に王者ゾーン。CSM のやつを王者の状態にして、後ろにさっき言ったエグゼイドのね、エグゼイドと王者の、あのブレイブと王者ね、あのTDFC のやつ置いて、それの時にね販売されたスマホカバーとか置いて、でここも SH フィギュアーズね、 SH フィギュアーズの王者だけ2つ持ってるんでこんな感じで置いてます。で朝倉と王者とっていう感じで置いてって感じですね。あと幼少期に手に入れたキーホルダー、何でキーホルダーこれ手に入れたのかちょっと分かんないけどね、これね気に入っております。ただ結構もうハゲハゲですね、ね、なんか学校のカバンとかにつけてた気がする。はい、でこっちがフィグマの方の王者なんで仮面ライダーストライクになりますね一応ね。とこれあのモンスターミラーモンスターシリーズだったっけ、あのおもちゃね、あの放送当時に発売されてたおもちゃのメタルゲラスとエビルダイバーとベノスネーカーがいるっていう感じですね。であと王者の、ライドウォッチとかって感じです。で先にディケイドの方を紹介するか。この上ね、あのオーズ関連がオーズがちょこっといるんで下行こう。ここがねディケイドゾーン、ちょっとあそこにジオいますけれども、ここもはディケイドゾーン、あのガイアメモリとかメダルとかね、スイッチとか指輪とか、ロックシードとかみたいな感じでディケイド関連のものを置いております。で横もディケイド、こちらねネオディケイド系のものを置いてます。ネオディケイドライバーに21、ネオディケイドライバー状態の、SH フィギュアーツ真骨頂ねとあそこに21があります。あれシークレットだったかな。でカードが置いてあって、でディケイドのお面があって、こちらネオディエンドライバーね、ディエンド系のもの、あとここにガンマライドのカードがちょこっと置いてるね。はい、そんな感じ。そしてはい、ここが CSM 関連ですね。オーズとディケイドと置いてます。でここねもう少ししたら多分来る、ケータケタじゃない、ディケイドブッカーをね、ブッカーを置いて、そこにブッカーを置いて、オーズの新しいベルトも、スキャナーだけ私買ったので、スキャナーもこの辺に飾って、エタニティをこの辺に置こうかななんて思っております。
あそこにメダルがあって CSM の箱、かっこいいんだよねこの箱がね。なんでこんな感じで飾ってます。上はね服がかかっておりますが、はい、っていう感じです。で、オーズゾーンに行きましょう。ここはオーズ、タジャドル系ですね。もう完全にタジャドルに関連するものばっかり置いてます。まあ普通のオーズもね、タトバコンボも 何体かいますけど、だいたいタジャドル系で、上がメダルプラス、なんだっけ、ワールドコレクタブルフィギュアで発売されてた時の、グリードたちが並んでます。で、並びとしてはアシュ系 コンボにもなってないやつ、一応バースに関連するということで AB カニサソリ と、セルメダル、これセルでもなんだっけ、なんかあコンドルと、多分これクジャクかな、うん、コンドルとクジャクだね。で、ここはね、あの列何もないんでライダーメダルで、ここが列合わせでシャウター、ここは列何もないんでライダーメダル、ここサゴーゾ何もないんでライダーメダル、タト、ラトラータ、ここはメダル置いてなくて、ロックシードとかオーズのもので、ここがガタキリバ、ちょっと連れてるのが気になるな、ガタキリバ。ここはアンクゾーンなんですけど、ロストアンクのところはあのロックシードだけにしてて、こっちがちょっと気になるな、はい、ここがタトバコン、あ、タトバじゃ、タジャドルコンボ、そして、まあ、タジャドルを置いて、ちょっとだけプトティラがいて、ここがプトティラゾーン、うん、で、これがデラックスのオーズドライバーですね。はい、これはあのエタニティが来たらね、これだけあそこに置いてエタニティドンって置こうかなと思ってます。あのここのチップが多分一緒なんで、シャシャシャンってやった時に鳴る最後の音声は変わらないはずなので、ベルトスキャンの時に使えると思って、これはあそこに置く予定ですみたいな感じのお部屋。あ、さっき言ってたパワーストーンもちらっと見に行こうか。パワーストーンがですね、ドーン、ドドドーン、こんな感じ。そう、パワーストーンが置いてるところにちょこっとだけこうポケモンがねいます。あとは自分の好きなとか自分が使ってるパワーストーン、普段つけてるやつですね、と指輪だったりとかがちょこっと、あと時計が置いてあったりって感じですね。と、はい、で、あそこに少しだけね、フィギュアライズスタンダードとか私が作ってるフィギュアとかがありますが、あれは特別なものという形であそこに置いております。はい、まあこんな感じのコレクション部屋です。和室でね、ここはこたつが置いてあって、人だめにするソファーと座椅子が置いてあったりっていう感じで、CSM はちょっとずつ増えたらあの辺に物が増えていくかなと思います。下は段ボールが置いてあったりって感じですね。はい。っていうコレクション部屋のご紹介でした。お宝がいっぱいでございます。はい。またね、何かお宝が増えたりだとか、レイアウトが変わったらご紹介できたらなと思います。ということでね、今回はこんな感じの雑多な動画になります。またよければね、他の動画も見ていただければと思います。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。